Hello everyone. I don't have a name yet. I'll get one soon. Today, we learn N4 level Zoom lesson. Even at N4 level, there is no furigana. It's a little difficult. But student repeat teacher's voice. Student's name is Jordan. He's Indonesian. Please watch until the end. Let's get started.Inside the iron bars. That's it. 鉄格子の中です。鉄格子の中です。鉄格子。It's an island of radio waves. 電波のことです。ことです。電波のことです。電波のことです。The businessman says, 業者はいます。業者はいます。鉄格子の中です。鉄格子の中です。鉄格子はこれのことね、この黒い。警察の鉄格子。電波のことです。電波のことです。携帯の電波が届かない。携帯が使えない。離れ小島。電波のことです。島ではないけどね、田舎すぎて電波が届かない。業者は言います。業者はいます。業者はいます。If you open the window, it will connect. 窓を開けると、つながる。つながる。窓を開けるとつながる。業者がいます。Mosquitoes will come in, right?何ですか？カ、モスキート、カ。カが行ってくるでしょ？入ってくるでしょ？入ってくるでしょ？カ。カが入ってくるでしょ？窓を開けると、カが入ってくるでしょ？だから、電波がつながらないから言って窓なんか開けられない。I will be volunteering at this facility for a week. この電波で一週間のボランティアをします。電波、新設。この施設で一週間のボランティアをします。この施設で一週間のボランティアをします。I was helping out.As a volunteer, mainly in rehabilitation. Rehabilitが中心のボランティアの手伝いでした。窓を開けるとつながると。蚊が入ってくるでしょ。この施設で一週間のボランティアをします。この施設で一週間のボランティアをします。リハビリが中心のボランティアの手伝いでした。リハビリが中心のボランティアの手伝いでした。
There are many children with disabilities during childbirth. でか。出産に伴う障害児が多かったです。出産に伴う障害児が出産に伴う障害児が多かったです。出産に伴う障害児が多かったです。 Make a home visit to their home. 彼らの家を行く。家庭訪問。Staff around. スタッフについて回るだけで。ついて回るだけです。スタッフについて回るだけです。I was often taken to the homes of famous people. よく。著名人。よく著名人の家に連れて行かれました。よく著名人の家に連れて行かれました。出産に伴う障害児が多かったです。出産に伴う。何ですか先生、この漢字は。障害児が多かったです。出産に伴う障害児が多かったです。彼らの家を家庭訪問します。家庭訪問します。彼らの家を家庭訪問します。スタッフについて回るだけです。よく著名人の。よく著名人の家に連れて行かれました。